アイム・ユアーズとは、日本の競争場、繁殖品場。主な価値倉は2011年のファンタジーステークス、2012年のフィリーズレビュー、2012.2013年のクイーンステークス。場名の由来は、私は、あなたのもの。デビューは6月25日の函館の芝1200メートル線で一番人気だったが、直線のびをかき三着だった。 自走の7月9日の同じ箱館の未勝利戦は直線抜け出して初勝利となった。そして箱館2歳ステークスは直線追い込んだもののファインチョイスの2着。約3ヶ月間を空けたファンタジーステークスは8番人気と評価は低かったものの最後の直線で外から差し切り重傷発生派。関東馬によるファンタジーステークス優勝はこれが初。 万丈のイオリッツ・メンディザバルも、この勝利が、JRA 発勝利であった。ファンタジーステークスの後は、クレノー一番阪神ジュベナイルフィリーズを見据えて、立党トレーニングセンターにそのまま滞在。阪神ジュベナイルフィリーズでは、後位から伸びて、ジョアド・ビーブルに完敗したものの激しい2着争いを、制して2着を確保した。3歳初戦となった、フィリーズレビューは、 ニコラ・ピンナーを安城に迎え、レースでは、高位置から、先行、直線抜け出して一番人気に応え重賞2勝目を、飾った。4月8日の大歌賞は、最後の直線で、ジェンティルドンナ、ビルシーナとの叩き合いの末に3着。クレイグ・ウィリアムズ・キジで迎えた5月20日のオークスは、好位から足を伸ばしたが余力がなく、2巻を達成した、ジェンティルドンナの4着。 7月29日のクイーンステークスは、プラス24キロ増と馬体が増え、レースは、道中行為の外目を追走すると、直線楽な手応えで抜け出して一番人気に応え、重症三勝目を飾った。トライアルレースをパスして、直行で臨んだ、週華賞は三番人気に押され、安城の池添健一が、三冠に、手のかかったジェンティルドンナを意識したレースを進めたものの六着に、 敗れた。自走となった、マイルチャンピオンシップは当初、メンディザバルとのコンビ再結成が予定されていたが、メンディザバルが度重なる肩の脱臼により短期免許を取り消して、急遽帰国したためヨニヒ文を安城に参戦し、レースは後方に控えて、足を溜めたが伸びずに10着に終わった。初戦は、阪神ヒンバステークスに出走し、 先段でレースを進めたが直線で後退し10着。続くビクトリアマイルはビルシーナの8着。間を空けて迎えた函館で行われたクイーンステークスは2番手から先行すると最後は追い込んだスピードリッパーを首差を抑えて重賞4勝目を飾るとともにクイーンステークス連覇を飾った。札幌記念は先行するもババに苦しんで4着に敗れた。 その後、大井競馬場のレディスプレリュードに参戦する予定もあったが、結局札幌記念の後に一掃することなく2014年3月28日付で競争馬登録を抹消された。以下の内容は、netkeiba.com およびアビスサーチに基づく。引退後は、生まれ故郷の農山ファームで繁殖品馬となる。2016年産のユアーズ・トゥルーリーは、 未勝利戦のデビューから競争中止、13着と通算2戦に出走し、競争場登録を抹消。引退後は、決闘背景が評価され、北海道新日高町のレックススタッドにて種ボバ入り。受体条件15万円、出生条件20万円という条件が設定された。父、ロードカナロアにとってこれが、初の貢献種母場となった。 2018年のセレクトセールでは、ニカンバ・ドゥラメンテの初年度産区となる3番子が、2018年初産区誕生の新種母バ最高額となる1億8000万円で、株式会社ニクスのアドバイザー竹内啓康に落札された。ドゥラメンテとの配合について、サンデーレーシングの吉田俊介は、ダイナカールのメス系のクロスを意識した配合とし、 ダイナカールの44にサンデーサイレンス、キングマンボともに34と3本のインブリードを持つ。ありがとうございます。